神戸に山口組っていう暴力団組織があるんですけど、そこでガンガン市民がご信用として銃を持つ日が来るのでしょうか。発砲事件など最近多いので気になります。ないと思います。アメリカは銃持ってますけど、基本的に市民が銃を持ってる国って犯罪率高くなるし、犯罪者に殺される人が増えるんですよ、統計上必ず。なので、よほどのバカが政治家にならない限りは、銃 OK ってならないと思うんですけど、まあ分かんないですよね。世の中バカ多いですからね。皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。